双子屋市から除くコモレビバレドメ警告自然保護区は、セイシェルの島々の中で2番目の大きさを持つ、プララン島にある自然保護区。世界最大のヤシの実をつける30メートルの高さに成長する、ここでメールが群生する原生林が残っており、珍しい動植物が息づいている。1983年にユネスコの世界遺産に登録された。なお、バレドメは、 巨人の谷の意味であり、目警告、目警告とも表記される。バレド目には、双子ヤシが4000から5000本自生しており、これは全世界の生育数のおよそ4分の1に当たっている。双子ヤシの実は、直径55センチメートル、重さ20キログラムにまで成長するが、女性の下腹部に似た、その独特の形状から、古来様々な属説を生み出してきた。現在、 この保護区内でこれを採取することは禁止されているが、不正な採取が後を絶たない。このほか4種類のヤシと28種の植物が固有種で、ある。鳥類では、ブラックパロット、セイシェルキアシヒヨドリ、セイシェルリバトが生息する。また、カメレオンやヤモリなどの爬虫類、樹上生のカエルやアシナシイモリなどの両生類も生息している。この島特有の美しさは、 イギリスの詩人アトール・トーマスが忘れられた楽園の中で称賛している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。